看護婦になったんだな。そうか。元気そうでよかった。ああ、むちゃくちゃ元気さ。母さんは？元気。そうか、よかった。お父さん、今は？ああ、回収用っていうか、ちょっと届け物があって、こっちの方までな。 恨んでるだろうな。お前には何一つ親らしいことをしてやらなかった。けど実はな、お前のことを思ってほんのちょっとだけど金を貯めてたんだ。信じねえだろうけど。はあ。ずっと会いたかったよ。子供の頃お母さんと二人であちこち探した。 身元のわからない遺体も見に行った。お父さんがいなくなってお母さん一人でお店を切り盛りしてた。お店？女で一つで自転車屋を続けるのは大変だったみたい。競輪選手とは随分違うんじゃない？知ってる？あの頃借金の取り立てに来てた人、この間鉄砲で撃たれて重傷だったって。助かったのか。うん、そうか、よかった。 そう言うと思った。借金が膨れちまったのは俺のせいで、奴のせいじゃないんだ。あのお医者に礼を言っといてくれ。なんかいい人だな。私結婚するの。あ、そらよかった。あの先生と。そらいって俺と同い年ぐらいじゃないのかい。 バツイチなの。娘さんを難病で亡くして奥さんも後を産みたいに。呆れたわ、あの男。感動してんじゃないの。これ住所と電話番号。お前の前のうちもうないし、今すぐは無理でもいつか。 冗談じゃないわよ。花さん、競輪選手なんてよくそんな嘘がつけたもんね。競輪場には通ってたさ。かける方でしょう。どうせそれでいくらでも見たいな借金作って家族に合わせる顔もなくして段ボールの中に逃げ込んだでしょうが。うるせえ、その通りだ。あんたらお父さんはね、こんなやつなの。 賭けも弱けりゃ、意志も弱い。足も臭けりゃ、酒癖も悪い。人の道場を買うためなら自分の女房娘も勝手に殺す。あんたなんか難病で死んだことになってんだから、こんなのが父親じゃいくつ命があっても足りやしない。同情しちゃうわ。てめえ女だで。あら、聞き間違いかしら。女ならこっちがお釣りを返してもらいたいくらいよ。どうせ女だもん感じ知らないくせに。そうそう、 よく知ってるのは、ご予約の上手で当たり方よね。子供と借金の作り方も心得たものかしら。もっともできた子供を育てるのは苦手なんだろうけどさ、立派に育った借金も女房に追いつけて知らんか。そうやっていつも逃げ出して何一つ満足にできやしない。逃げ足の速さだけは競輪選手並みに。ゆきちゃん、私たちも見渡してもらいましょう。花さん、 すっかり元気じゃねえか。なんでさ、なんであんなひどいこと言うのさ。あれでもいいですったらきっと本物よ。え、正直にさ、何もかも見せ合って、それでも愛せるのが血のつながりってやつじゃない。願望かしらね。やっぱ惚れちゃったんだ。バカ言わないの。泣いた赤鬼よ。え、
私の大好きなお話よ。あるところに人間と仲良くしたい一人の赤鬼さんがいたの。だけど人間は怖がって誰も赤鬼さんに近づこうとしない。それを知った友達の青鬼さんが一計を案じるの。青鬼さんがわざと人間に乱暴振って、それを赤鬼さんが助ける。そして計画は成功。でも八百長がバレないようにって青鬼さんは去ってゆく。泣ける話よ。でも去ってどうすんのさ。花さんはどこ行くのさ。みんな本当の家族のところに帰るのが一